コース状況をチェックして早速アタックに入る。さあ最終コーナーから立ち上がってきた、このスピードは十分乗ってる。さあここからかという感じだ。今第一コーナー、そしてクリアした状態 SG。 さあここからいよいよ入ったか。少しずつ少しずつタイム上げていく。そしてまたブレーキで若干ロックさせながら第一エアピン。第一セクターのタイムは18秒の真ん中、18秒3、コンマ5速い。さあコンマ5速い第一セクター。さあ来るぞ、さあ来るぞ。さあ第二セクター18秒台をもし切るようなことになりますと、これは相当なタイムが出る。先ほども18秒ちょうど、いやー来た、18秒0。さあ帰ってきた。さあどうだこのタイム、出たタイムは来たものすごいタイム。これは先ほどの脇田さん43秒9、これしかタイムが上げられなかったというタイムじゃないですね。いやいや、ここね、これはもうサーキットのコンマ5秒は、はい、これは相当ですね。鈴鹿サーキットで言えば2秒から2秒に近いぐらいですよね、はい、あると思います、はい、さらにタイムを縮めてくるか。ニュータイヤを投入。気温、路面コンディションを含め決して好条件ではない。それでも貪欲にタイムを狙う姿勢、さすが世界を知る男は違う。この状況でさらなる記録更新なるか。今最終コーナー立ち上がってきた。さあ最終コーナーを立ち上がってきた、このアドバンカラーのこのマシンが、小林カムイが、さあいよいよここからタイムアタックに入ろうかというところ、どういうタイムが出てくるかどうか。さあ行ってる行ってる。今1コーナーをクリアして、そして S 字に入ってきた、 S 字に入ってきた。いい状態で、さあセクターを回ってくるところどうでしょうか。セクターワンの伸びはどうか。まずは18秒338という先ほど驚異的なセクターワンのタイムを出してきた。今度の周はどういうタイムが出てくるか。まずはほぼ同じか、18秒346。さあセクターワンは先ほどとほぼ同じだ。こうなりますと、あとセクター2セクター3、最後の最終コーナーをどうまとめてくるかということにもなりますが、43秒479、先ほどと全く一緒の状態から、さあセクター2削ってきた、コンマ2秒削ってきた。さあ帰ってくる帰ってくる。さらなるタイム出るかどうか。さあ43秒3、すごい、これはすごい。大仕事を終えてピットへ帰還。周りから祝福と称賛を浴び、カムイ自身も達成感からか笑顔がこぼれた。はい、スピード&サウンドトロフィー終了です。小林カムイ選手中コースレコード樹立更新おめでとうございます。ありがとうございます、まあ、今年はやっぱり横浜タイヤさんに変わって、うん、このタイヤで何秒スコアでタイムが出るんだという、うん、とこがやっぱりすごく気にはなったんで、うん、まあ、それを、今年のシーズン初めに、横浜さんに話したところ、うん、いいね面白いねと。それで横浜タイヤのですね、偉いさんがですね、カムイの横から離れなかったという。そういうことです、はい、43秒4と43秒3、はい、コースレコードをコンマ7ぐらい更新しました ね、 ましたね。乗ってる感覚としてはだいぶ怖いですもうその領域に入りました、うん、正直もう結構人間が行く限界は行ってるの、行ってる、うん、さらに来年どうしましょう。ぜひ誰か若い人に行ってほしいな小林君はやりきったと、来年は誰か若いドライバーに託したいというレベルまで今年攻めた、攻めたと思います。車載カメラを見ていただきたいと思います。